皆さんこんにちは、ユースフルのりょうたです。本日は VLOOKUP 関数のできないを解決するインデックスマッチ関数についてご紹介をしていきます。今まで VLOOKUP 関数の V はバーティカルの V、 つまり上から下に垂直にデータを探す関数ですよという話をしてきました。ただ今回の動画ではその上から下という縦方向に加えて左から右というふうに列の方向にルックアップをしなければならない場面が出てきます。これは今までの VLOOKUP 関数では解決できないので、そんな VLOOKUP 関数の限界を超えるインデックス関数とマッチ関数の組み合わせ、これを学んでいきましょう。こちらちょっと理解するまで非常に数式も複雑ですし、こんがらがるところもあるかなとは思うんですが、このインデックスマッチ関数マスターするとスプレッドシートの上達度ぐんぐん高まりますので、ぜひ今日も最後までよろしくお願いします。それではこちらの表をご覧ください。こちらは輸送料金表ということで、縦方向の行には重量100キロ200キロだったりっていう重さ、そして横方向の列には国名が書かれています。この表を使って何ができるのかと言いますと、例えば100キロの品物をベトナムに運ぶためには2万円かかりますねとか、400キロの品物をスペインに運ぶためには5万5千円かかりますねっていうふうに、それぞれの重量、国に応じてどれぐらい輸送料金がかかるのかというのをこちらの一覧表で確認することができます。また下の方に輸送地と重量のリストも用意してあるので、例えば韓国に対して500キロの品物を運びたい時には3万円かかりますねみたいなところを確認していきたいとします。こういった行方向にも列方向にも見出しがある、こういった表をマトリックス表というふうに呼んでいますので、ぜひこちらも頭の片隅に入れておいていただければなと思います。そして冒頭も申し上げましたが、今までの VLOOKUP 関数は行方向にルックアップすることしかできないので、こちらの横方向にも対応するために、今回は VLOOKUP 関数ではなくインデックス関数とマッチ関数を組み合わせて使っていきましょう。それではインデックス関数とマッチ関数の役割をそれぞれ見ていきましょう。まずはイコールで始めてインデックスというふうに打ちます。そうすると行と列のオフセットで指定したセルのコンテンツという説明が出てきます。まずはエンターを押すと、このようにインデックス関数を使うためには3つの引数が必要であることがわかります。まず最初の参照では、先ほどのマトリックス表を全選択このようにしてあげてください。これが今回の参照になります。コンマを打って、次は行なんですが、今回は200キロの品物をポルトガルに送るためにはいくら必要かというのを見ていきます。そしてまずは行なので、縦方向に広がっていくこの重さから指定していきます。この行と列の順番間違えないようにぜひ気をつけてください。そして今回は200キロということで、200キロは6行目にあるので、じゃあここに6と打てばいいのかというと、これ実はそうではないんですね。今回必要なのは指定した範囲を支点に200キロがどこにあるかということなので、今回は B4 を1として1、2、3つ目、ここに3と打つことで200キロを指定することができます。実はこの行と列のオフセットというオフセットは少し専門的な用語なんですが、ある要素にたどり着くために範囲の支点からどれぐらい距離があるのかというところがオフセットで示されています。ということで今回指定した範囲というのは B4 セルから始まっているからこそ、ここを起点に距離を数えていきましょうというのがインデックス関数を扱う上で必要なことです。次は今回ポルトガルが欲しいので、また同じく B4 セルを起点にして1、2、3、4、5、6ということで6をここの列のところに打ってあげます。このように B4 セルから I11 までを範囲選択して、行が3つ目、そして列が6個目ということでエンターを押すと、このように5万5000円というのが返ってきまして、実際200キロの品物をポルトガルに運ぶためには5万5000円が必要だねということがわかると思います。ただ今回2つ目の要素と3つ目の要素、行と列のところを3と6というふうに数字でベタ打ちしてしまっているので、例えばここの輸送値だったり重量を変えても数字はフレキシブルに動いてくれないですね。ということで次はマッチ関数を使って2つ目3つ目の引数をフレキシブルに指定することで柔軟に数字を動かせるようにしていきます。
それでは次にマッチ関数の動きについて説明していきます。イコールマッチで始めたら、検索キーを今回は輸送地のリストに置いておきます。そして範囲というのは、このベトナムがどこら辺にありそうかというところを1列または1行分で指定するので、今回はこの B4 セルを起点にこの1列分ですね、ブラジルまでを選定をしておきます。最後にこの検索の種類というのは、皆さん今まで VLOOKUP 関数でも同じようにやってきた完全一致にしたいので、完全一致の false を入れておきます。そうすると3という数字が返ってきました。この3どういう意味かと言いますと、このベトナムという文字は先ほど指定した B4 から I4、 この B4 の一番左を起点に1、2、3番目に存在しますよっていうことを、このマッチ関数が教えてくれてるというわけになります。ということで、例えばここがベトナムでなくてアメリカになった場合どうなるかと言いますと、ここ7になるんですね。実際この B4 セルを起点にアメリカを探しに行くと1、2、3、4、5、6、7ということで、7個目にアメリカが正しく来てるということが、このマッチ関数を使ってわかるわけです。ここまで来たら、最後にインデックス関数とマッチ関数掛け合わせて完成式を作っていきましょう。それではまずはイコールインデックスと打ちまして、参照は先ほどと同じように B4 セルを起点に末尾まで範囲選択をしてあげましょう。そしてコンマを打ちまして、次の行と列にマッチ関数を組み込んでいきます。まずは行を指定してあげる必要があるので、こちらの重さの方ですね、こちらの検索キーを重さのリストのところにしまして、範囲は B4 を起点に700キロまで引っ張ってあげます。そして false と打ちまして、括弧を閉じます。次に列も同じようにもう一個マッチ関数を打ってあげます。そして検索キーは輸送地、そして輸送地を B4 から起点に横方向に引っ張ってあげます。そして最後にこちらも false と打ちまして、括弧を閉じる。こちらで enter を押すと、まずは6万円という数字が返ってきました。アメリカの100キロは6万円ということで、確かに合ってることがわかります。例えばこの輸送地をフィジーに変えて重さを700キロにしてみると、フィジーの700キロは6万円、これも正しく6万円ですね。あとは韓国の200キロということで、韓国の200キロは1万5000円ということで、ここのリストを組み替えるだけで正しい数字を返してきてくれる便利関数を作れました。これが VLOOKUP のできないを解決するインデックスマッチ関数になります。本日は以上です。はい、皆さん本日もお疲れ様でした。本日は VLOOKUP 関数のできないを解決するインデックスマッチ関数についてご紹介をしてきました。このインデックスマッチ関数、正しく扱うために2点ポイントございまして、しっかりまずはオフセットの意味、こちらを理解すること、そして2つ目にインデックス関数の行と列の順番、まずは行、縦方向の方から指定する、この順番を間違えずに行うこと、非常に重要になってきますので、ぜひこちらの使い方はマスターしてもらえればいいなというふうに思います。そして今日まで VLOOKUP 関数をはじめいろんな関数ご紹介してきましたが、次の動画ではデータ分析、スプレッドシートにたまったたくさんのデータをいかに効率よく検索したり分析をするか、こんなテクニックについてご紹介をしていきます。ぜひこれからの動画もお楽しみに。それでは本日の動画は以上になります。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。 See you next time. バイバイ。